込現像や。おい、合鍵作ったからいつでも入れんぞこの部屋。いや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 、西藩がかわいそうやろ。7回無失点のピッチングで勝ち投手に投げず、ノイジー派のタイムリーヒットはその1点だけ。ああ、今日は坂本誠志郎班とのバッテリー組んで、岡本班坂本班を2打席連続三振ノーヒットに抑えた。7回投げ終わった後はな、ガッツポーズしてベンチ帰っていったわ。けど8回にまさかの岩崎班が同点タイムリーヒット打たれて、まあ今季初失点やからな、まあまあええんやけども。そして延長10回、ウルシアラ班がワンアウト取った後、フォアボールでランナー出して、ピッチャー島本班、3連打を浴びてサヨナラ負け。まあピッチャー陣はええわい。ピッチャー陣はええわい。打線援護したれよ。打線援護したれよ。7回無失点のピッチングで勝ち投手になられへんて。前回は8回1失点。前々回は8回無失点のピッチングで勝ち投手になれず。西藩がかわいそうやろ。いや、これ何回目や。これ言う何回目や。西藩が一体何したっちゅうれ。西藩がなんか悪いことでもしたんか。ちょっと悪いことしたことあったけどな。あったけども、それはもう昔の話だ。禊は終わっとんねん。許したるや。援護したってくれや。頼ますわ。あのさよな、島本藩がちょっとな、甘い球ばっかり言ってた。やばいぞ、やばいぞ、思ってるうちにもう三連打浴びたサヨナラ負けや。まあ今日は細かいミスもいっぱいあったわ。牽制アウトもあったしな。送りバントの打球を坂本誠志郎班が処理しようと思ったら、一塁にベースカバー入ってない。変なとこ投げてもうたわ。まあ最後ダイソーの上田海班もな、牽制に誘い出されて、挟まれてタッチアウト。まあこれに関してはな、まあ岡田監督、まあ自分でな、言ったわけちゃうと。自分の判断ちゃうと、まあ作戦やから、まあ言われへんけどもと言ってたんで、まあ、海班が悪いとかな、そんなのないかもわからへんけども。まあ9回大山班、先頭大山班が、フォアボールでランナー出た後、送りバントしとったらな、とかな、まあいろいろな、まあたらればなるけども、まあいっぱいあるわ。とりあえず巨人に負けてくるや、わしは悔しい。これね、ゲーム差1ゲームでっか。何があったんねん、巨人に負けんなよ。こんな武器じゃ物足りん。なんか武器ないんけ、なんかえげつない武器ないんけ。猫おったわ。癒されるの。猫おった。にゃ、にゃ、にゃ。猫おった。ああ、かわいいの。こわ、猫おった。猫かわいいの。かわいいの、癒されるわ。こっち見てくれ。猫おった。あ、すまん、ちょっと、武器。こんな猫に癒されてる場合ちゃうで、武器。えげつない武器がいいって。怖い。猫おった。猫おった。かわいいな、かわいいな。猫おったわ。癒されるね。阪神ファンの皆さん癒されるね。猫。癒されたね。猫の力ってすごいな。猫ちゃんの力ってすごいな。あ、心が癒されたな。一気にこの機嫌が良くなった。阪神負けながらもまだな。おい、1ゲーム差阪神首位や。全然大丈夫や。まあまあ、岡田監督はもな、もう長いシーズン2つぐらい負ける時だってあるよと言ってたからな。もう全然気にせず、まあ明日ぐらい勝っとこうかぐらいのノリでええんちゃうか。まだ5月、そして阪神首位。
何怒ることないねん。猫ちゃんの力ってすごいね。猫ちゃんの力ってすごいね。こんな笑顔、こんな笑顔見たことないやろ。三上玄三やで。猫ちゃんすごい。ということで、明日は勝たせていただきますぜ。以上、三上玄三でした。にゃー。